海軍が異例の S16 戦闘機エンジンの乾燥作業を行っているみたいだな。青森空港に緊急着陸した F16 は相当危険な状態だったみたいだね。急遽青森空港で乾燥作業が行われたことにも驚いたけど、それ以上にアメリカ海兵隊の手際の良さにも驚きだったみたい。さすがはアメリカってところかな。しかし、故障するまで気づくことができなかったのは、少々不思議に思えるよな。うんうん。それじゃあ今回は、青森空港で行われたアメリカ海兵隊 F16 戦闘機のエンジン乾燥作業を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年11月30日に青森空港に現れたのは、エンジントラブルのため緊急着陸したアメリカ空軍三沢基地第35戦闘航空団所属の F16 ファイティングファルコンだったんだ。青森空港に緊急着陸した F16 は、その状況を確認して判断された結果、現地においてジェットエンジン乾燥作業を行うこととなり、12月3日にその作業が行われたよ。12月2日までの雪が止み、現地では F16 からトラブルを起こしたエンジンを外し、三沢基地から持ち込まれた同種エンジンに乾燥する作業の様子が確認されているね。F16 は、エンジンの乾燥作業が終了後直ちに三沢基地に帰還することとされているものの、12月4日午前中の時点では、アメリカ空軍の作業が終わった様子もなく、作業完了の報告もない状態なんだって。今回の事故は、青森空港への使用に支障をきたしたことはもちろんだが、もう一つ大きな問題を引き起こしているぜ。というのも、F16 が装着していた燃料増装タンクについて、墜落時の危険を回避することや着陸時の安全確保のため、青森県深浦町の市街地近辺に投下したことが問題となっているんだよな。事故発生翌日の12月1日には、防衛省東北防衛局の市川道夫局長が深浦町役場を訪問して経緯説明と謝罪を行い、同日午後にはアメリカ軍三沢基地のティモシー・マーフィー副司令官と鬼木防衛副大臣が深浦町役場を訪れ、吉田町長に謝罪しているよ。防衛省は、12月1日に事故原因の究明と解明するまでの間と限定した上で、アメリカ軍の三沢基地に所属する F16 の飛行を停止するように要請したみたい。また、岸防衛大臣がアメリカのオースティン国防長官と電話会談を行い、今回のトラブルに対して遺憾の意を伝え、円滑な事故対応と安全な運用に努めるよう申し入れたんだって。岸大臣の要請に対して、オースティン長官は基地における戦闘機運用は安全が最優先との認識を示した上で、事故調査を行うとともに、日本との連携を緊密にしていくと回答しているようだね。とは言いつつも、三沢基地では12月2日に F16 の飛行訓練を再開したことで、日本政府や自治体の関係者の顔色が一気に変わったみたいだぜ。青森県の三村慎吾知事は、12月3日に東京への防衛省を急遽訪れて、基地大臣に直接アメリカ空軍が防衛省からの飛行停止要請に従らずに飛行訓練を再開させたことについて抗議したらしい。本来の約束と違うし、三村知事が抗議するのももっともない意見だと思うな。三村知事は、防衛省からアメリカ空軍に対してさらなる働きかけを強めることを要請した上で、このままではこれまでのアメリカ軍との信頼関係を大きく損なうことになると指摘、事故調査に関する情報開示や、再発防止への取り組みを訴求したよ。三村知事に対して岸大臣は、在日アメリカ軍のラップ司令官に対して説明を求めていることを伝えるとともに、同日の記者会見においても今回の事件について語っているよ。岸大臣は、今回の事故におけるアメリカ側の対応について極めていかんと前置きした上で、第三次につながりかねず住民の平和と安全を脅かすこのような事故はあってはならないと述べ、アメリカ軍のさらなる調査と事故防止策を講じることを希望したよ。また、深浦町の吉田町長は、12月3日に市川東北防衛局長と面談し、三沢基地のアメリカ空軍が事前に安全確認と対策についての説明をしないまま飛行訓練を再開したことに対して、極めて遺憾と述べた上で、同日以降の飛行訓練を速やかに中止するように要請したんだって。要請を受けた市川局長は、改めてアメリカ空軍側に事故原因や安全対策などについて説明を求めていくと返答しているよ。遺憾って言葉は日本の常套句になりつつあるよね。日米政府関係者や自治体関係者の起因を知ってか知らずか、アメリカ軍は三沢基地所属の F16 による飛行訓練を12月3日も継続しているよ。関係市長だけでなく、基地がある青森県三沢市の住民からも訓練の見合わせと、
事故原因や安全対策の説明を求める声が上がり始めているんだって。三沢氏からの求めに対して、アメリカ側は事故の詳細を回答しているよ。まだ調査中と前置きしているものの、事故の原因として訓練のために三沢基地を離陸して西方に向けて飛行中に、エンジン油圧の低下を告げる警告が点灯したことを明らかにしているんだって。そして、これ以上の飛行は危険と判断したパイロットが対応マニュアルに従って燃料増装タンクを投棄したのが、今回の事故の一連の流れであるとして、理解を求めているみたい。また三沢市では、この説明の他にもエンジントラブルへの対処マニュアルの説明があったことを明かし、マニュアルによると機体を軽くするために水面下住宅がない地上のいずれかに、燃料増装タンクを投棄する規定になっていることも説明を受けたと明らかにしているんだって。この事故に対するインターネット上の反応を見てみると、事故に対する不安と、事故後の対応に対する怒りの声が多く上がっているみたいだね。確かに市民からすれば不安に思っちゃうよね。このことに対して、別のマニアは最近のジェット戦闘機は整備場内でなくとも屋外で簡単にエンジン交換できると、最新のジェット戦闘機事情について専門的な知識を明らかにしているよ。書き込みによると、かつては戦闘機のエンジンを下ろすために機体を分割して取り外すなど、大掛かりな設備や工具が必要であったことを明らかにしつつ、次第に大掛かりな整備にかかる時間の軽減や、通常運用時のメンテナンスの手間を軽減するために、様々な技術改良が加えられていることを伝えているみたい。特に、近年のジェット戦闘機ではエンジンと機体を結合しているボルトを外して、電気系統の配線や燃料などの配管を外せば機体後部から簡単に引き抜ける形に設計されているようだぜ。引き抜いたエンジンは、ドリーと呼ばれる台車に乗せ、そのまま人力で運搬することも可能になっており、別のエンジンをまたドリーに乗せて運搬し、所定の位置に装着して配線類を確実に装着すれば、再び稼働させることができるんだって。現地での作業においては、専門工具の手配は必要になりますが、それとエンジンと整備要員を三沢基地から青森空港まで運びさえすれば、現地でエンジン乾燥に費やす作業は思うより短いため、スムーズに行けばその収納地には乾燥が完了し、三沢基地に向かって飛行して帰還することは可能であると思われるよ。ちなみに、インターネット上では、エンジンを乾燥しなければならない状況であったことについて、パイロットの判断がやむを得なかったのではないかと、その行動へと判断を擁護する声が多く聞かれるな。実際、単発エンジンである F-16 ではエンジン故障は墜落を意味するわけで、とにかく安全に対し行動を取ろうとすれば、燃料などを放出して近隣の空港に着陸することを考えるだろう、というのがその根拠だね。特に、事故当日の18時頃はすでに日没を迎えており、地上を視認できない状況の中であり、青森空港に着陸できるギリギリの状況下であっても、マニュアルに基づいて明かりのまばらな場所を探し、市街地を避けた場所で燃料タンクを投下したのではないかとも考えられているよ。アメリカ海兵隊三沢基地においては、2018年に同じ F-16 が燃料増装タンクに港基地近くの小川原湖に投棄した事故があったよ。この時は、漁業者などかから批判を浴びたことでかなりその後の対応に苦慮したことから、過去の事故を踏まえて日本海などの海や湖礁に投棄することを避け、人里離れた場所を何とかして見つけて、安全と判断できる場所で投棄したのではないかと、ネット上のマニアたちは理解しているみたいだね。安全に考慮した上でのやむを得ない対応なら仕方ないね。市民もこれを理解した上で意見を述べるといいんじゃないかな。それでも不安な人は不安だろうし、賛否両論あるのは仕方のない一件だと思うよ。もし、一瞬でも判断を迷ってしまえば、それが機体の墜落を招き、コントロール不能になった機体が市街地に墜落し、今回の事故以上に甚大な被害を与えるのではないか、ネット上では、このような声をも数多く聞かれたんだ。そのため、ネット上だけに限れば、今回のパイロットの判断はやむを得ないとする考え方が大勢を占めていると言えるね。だけど、左翼系メディアは一歩間違えれば大事故になっていたとして、アメリカの行動を激しく非難しており、それらに対してアメリカ空軍と防衛省にはしっかりした対応が望まれるところだね。実際、北朝鮮の弾道ミサイル実験や核実験で現実を帯びている朝鮮有事、台湾問題や尖閣諸島問題などによって脅かされている領土問題や中国の脅威を踏まえると、日本の安全保障を支えている日米安保条約と、それに基づくアメリカ軍の存在は、必要不可欠と言えるからな。左翼系マスコミは、実質的に日米安保を泣き物にして、
日本の安全自立をないがしろにしてでも、特定の諸外国に配慮すべきだとの意見が多いが、国家として安全保障を確立するのは当然であり、そのことを改めて理解する必要があるぜ。もちろん、今回の事故の原因究明と情報開示は今後も求めていく必要はあるけれど、訓練差し止めは避けなければならない状況、それが日本の安全保障のために欠かせない行為であることを、多くの日本人が理解しなければならないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。